ソンナウンは韓国の歌手、女優。女性グループ A ピンクのサブボーカル、リードダンサー担当。身長167センチメートル、B 型。カトリック教徒で洗礼名はマルチェルラ。妹はプロゴルフ選手のソン・イウン。1994年、ソウル特別志向ランクに生まれる。家族の多くが美術を専攻し、母は美術館の館長を務めている。 自身も13年ほど美術を学び美大進学を考えていたが、いとこからオーディションを一緒に受けようと誘われ、受けたところ合格し芸能の道に進む。聖丹中学校、ソウル公演芸術高等学校を卒業し、2014年に東国大学公演劇映画学科に進学している。JYP 練習生を経て、キューブエンターテインメントに移り、高校在学中の2011年に、 A ピンクが結成され、カズトメのメンバーとしてお披露目されデビュー。グループ活動は、A ピンクのページを参照。2012年、SBS ドラマ、大風水で、ヒロインの少女期を演じ女優活動もスタートさせ、韓国で長きにわたり映画シリーズ化された、カモンの栄光シリーズの第5作、カモンの帰還カモンの栄光後に出演し、映画デビューを果たす。2013年、 バラエティ番組、私たち結婚しましたでは、シャイニーのテミンと仮想夫婦生活を送り注目を集め、MBC 放送芸能大賞で今年のスター賞を受賞する。グループ活動と並行して女優活動も続け、2015年、二度目の20歳、2016年、シンデレラと四人の騎士、2017年、世界で最も美しい別れなどドラマに出演。 2017年、サイのニューフェイスのメガボルトにヒロインとして出演し、美貌と共にコミカルなパフォーマンスがインパクトを与え話題となる。その後、CM クイーンにも浮上。アパレルコスメブランドなどのモデルも務め、2018年には主、上村のモデルとして日本でもプロモーション活動を行った。2018年、映画女泣き星』で初主演を務める。 2020年、ドラマ、夕食、一緒に食べませんかでは、大人のロマンスを演じた。2021年4月、前身の A 級部エンターテインメント時代から、デビュー以来10年所属したプレー、M エンターテインメントを退社。5月3日、女優活動のため YG エンターテインメントと契約を結んだ。A ピンクからは脱退せず引き続きグループ活動は継続することも発表された。 2016年10月23日 A ピンクではセンターで年齢的にも中間のポジションにいることから A ピンクの中心がうんですと自己紹介している。また A ピンクのビジュアル担当と言われているメンバーの中でもおとなしく控えめな性格である細身の体型でバラエティ番組ランニングマンでウエストを計測したところ19インチだった2014年に A ピンクの ラブの振り付け練習の動画を公開した際に、アディダスのレギンスを着用し踊るナウンのスタイルの美しさが、SNS で話題となりレギンスの女神と呼ばれるようになる。ファッションアイコンとして注目され、ナウンが着用したアイテムが完売するなど、そんな運行家という言葉も生まれた。2018年からは、アディダスの顔の一人として公式モデルを務めている。人生において、デスティニー・イーズ。 エまマターオブチョイスという言葉を大切にしている。絵を描くことを得意とし、エピンクの3枚目のミニアルバム、シークレットガーデンのデザインにも参加し、アートワークデザインそんなうとクレジットされている。留学経験はないが英語が堪能である。エピンクとしても事前活動を続けてきたが、個人でもファンと共に新生児のために毛糸の帽子を編んだり、 飲み水の足りない海外の地域に井戸を掘るなど、事前活動を行っている。自身の誕生日にはファンに向けて、誕生日プレゼントの代わりに、周りの恵まれない人々に寄付してほしいと呼びかけ、2017年にナウンのファンクラブから、韓国白血病子ども財団に210万ウォンと、おもちゃなどが寄付された。2018年の誕生日には、ファンと影上軍の福祉施設で、 奉仕活動を行った。2020年、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、低所得世帯の支援のため、テグ社会福祉共同募金会を通して5000万ウォンを寄付した。レギュラーのみ、ありがとうございます。